こんにちは、速解塾の久保です。 Facebook を見ていたらすごくね、いい投稿があったんですよ。投資とかビジネスに関わる投稿で、これはミセス渡辺さんと言われていたですね、ある投資家の方のお言葉なんですけども、引用しながら私の感想をね、ちょっとお話していこうかと思います。まあ、こういうふうに書いてます。今から言うことは、投資やビジネス、その他お金を稼ぐということ全てに関する一般的なものですが、それすら分かっていない人が多すぎる。何があったんでしょうね。まず、投資やビジネスに永遠に稼ぎ続けられるものを求めるのは頭がおかしいと気がつきましょう。これはもうその通りですよね。ビジネスも投資も利益が出る瞬間ってのはあるんですよ。でも利益が出ずにずっと損失って瞬間もあります。ですんで、上り上昇の時に参加して、下り上昇の時に、下り上昇になる前に、こうね、もう退場していくという形で、利確をしていかなければなりませんし、時には損をつかんだ時に損切りというね、そういうふうな勇気も必要になってくるんではないかなと思いますよね。はい、こういうふうに書いてます。稼げる時に稼ぐ、上がる時に買う、下がる前に売る、これが当たり前のルールなのです。はい、誰も同じルールの下でやっていますが、無知な人はそのルールすら知らずに自分の無知を棚に上げて、負けたら損をしたら文句を言う。はい、そうですよね。参加した時点で負けたり勝ったりの可能性両方あることは覚悟なんですよ。絶対勝てるからって参加してる人がいるとしたら、その方はね、もうカモへの道です。投資やビジネスには向いてませんね。ですんで、いろんなね、ビジネス参加して損してる方もいると思うんですよ。じゃあ、それビジネスとか投資に参加するときに絶対 100% 勝てると思って参加しましたね。もしかしたら損するかもしれないと思ってビクビク参加したと思うんですよ。その恐怖心があるからこそリスクヘッジをするし、投資やビジネスを学んでいかなければならないのに、それをしなかったことによるツケを損失ということでね、取らされているんではないかなと思うんですよ。 ICO にしてもね、暗号通貨にしてもいろいろありましたけども、同じですね。ビジネスにしても投資にしてもそうです。いい感じの時に参加するのはみんな一緒なんですよ。じゃあ、そのいい感じの時が続かなかったらどうするとかね、それが見せかけだったらどうするってこともちゃんと考えて、それをリスクヘッジっていうわけなんですよね。文章戻ります。ビジネスも投資もタイミング逃したら負けに転じるだけ、当たり前のルールですので、最低限そのぐらいは知ってお金儲けをしましょう。はい、投資とは勝つか負けるかしかありません。そうですね。投資で勝つということはお金が増えるということ、投資で負けるということはお金が減るということですので、増えた時に撤退して永遠にやらなければ勝ちで確定です。でも、よく書いて勝ったからさらにいってしまうと、1回の負けで全損するわけですよ。そうなると、勝ってた時はあるのに最終的に負けた、詐欺だ、なんだこれはってことになるんですよね。でも、よくよく考えてみてください。利益が出た時にやめなかったのは誰なんだってことなんですよ。そして、損失に耐えかねて退場して利益、損失を確定させたのは誰なんだってことなんですよね。で、その利益を維持するためにどんなことをしましたか、負けを逆転するためにどんなことを自分はしましたかってところが常に問われているんですよね。世の中のお金の量は増えも減りもしません。では、なぜお金が増えるのか、投資で負けた人のお金が投資で勝った人のところに行くだけです。その通りです。今日の私の利確っていうのは誰かの損切りなんですよ。それしかないんですよ。誰一人損せずに投資の世界、ビジネスの世界が成り立つってことはありません。誰かが割り送ってるわけなんですよね。それを忘れちゃいけないです。だからね、儲かったーって万歳って言ってる反面、そうじゃなかった人がいるってことも絶対に認識しなければなりませんし、自分が負けた時っていうのは誰かが同時に勝っているわけなんですよね。これはもう変わらないんですよね。これが良いとか悪いとかの議論はしません。なぜならそういうルールだからです。全世界でそういうルールです。そうなんですよね。10人いて10個のパンがあります。誰か1人が2つパンをもらいました。誰か1人はもらえないですよね。これが投資でありビジネスですなんですよ。だから10人いて9個しかパンがない時に、誰に泣いてもらうかを決めてるのがビジネスなんですよね。そして、誰が泣いてもらうのかを決めてるのが投資だということなんですよ。でも、ここに新しい理論をつけるとすると、みんなが少しずつ我慢してパンをちょっとちぎって10人分行き渡るようにしましょうっていうのが社会保障なんですよね。ですから、競争原理を放棄すればこういうこともできます。でも、そうなるとですね、分けてもらおうとする人が12人目に参加した時にいつか持たなくなるんですよね。だからね、この辺から議論が分かれるところですよね。全員が儲かる投資はありません。ですから、全員を救うことはできません。投資は勝つか負けるか厳しい世界、勝つ側になるか負ける側になるか、自分が今これに投資してお金が増えるか減るか、増えると思うならインベストする投資ですね。
増えないと思うならインベストしない、それだけです。それ以上もそれ以下もありません。その通りです。自分が決断してこれいけそうだなと思ったら、誰かが言ったからとかね、誰かが儲かったからじゃないんですよ。誰かが儲かるよって言ったからじゃないんですよ。誰かがチャンスですよって言ったからじゃないんですよ。それも一つの意見です。その人の意見です。じゃあ自分の考えはどこにあるんですかってことなんですよ、ね、世の中にいろんな情報があります。インチキも詐欺も嘘も誤解も当然のようにあります、ね、だから詐欺だ詐欺だって叫んで誰かね詐欺師を追い込むのはそれ自由ですけども、その詐欺師がいなくなったら世の中から詐欺師消えるんですか？違いますよね。次の詐欺師があなたを狙うんですよ、ね、だから同じです。あなたがこれは詐欺なのかそうじゃないのかを見分ける、これは真っ当なビジネスだけども失敗の可能性がどのぐらいあるのか、失敗の可能性を減らすために自分は何をやるのかね、リスクエッジをどのくらいできてるのか、これここなんですよ、ここ。だから自分次第です、すべて。はい、上がり続ける株はない、上がり続ける暗号通貨もない、上がり続ける不動産もない。上がる前に、上がる時に買う、下がる前に売る、当たり前のこと。これは私もそう思います。投資は儲かる時にやる、儲からない時にはやらない。その通りですね。私も先日ですね、 XRP を損切り覚悟しました。4000万円の利益を見込んで綿密に計画を組んでですね、そこに順次投機したわけなんですけども、平均単価42円で買ったものが今ね30円にならないというふうな決断をしましたんで、多分 50% ぐらいの私損失を出すと思うんですけども、これを全てねエグジットすることにしました、だからね損をすることも覚悟でやってるわけなんですよ。だから投資とかビジネスに向かうときは余剰資金でやるわけですよね、言い換えましょう。投資っていうのは余剰資金でやります。ビジネスは資金なしでやります。もはやねお金が必要なビジネスはもうビジネスじゃないんです。そういうのはやるべきじゃないです。100万円元手がいるとかね、どっか土地とか不動産が絶対にこのビジネスやるときはいるってやつはやっちゃダメなんですよ。私はそういうルールでやってます。何にもいらない、何にもいらない、ゼロでスタートできる、これがビジネスだと思います、ですので元手は私はかけないでこれからもやっていきます。投資に関しては余剰資金なんで10秒後になくなってもいいというふうな覚悟ができたお金だけでしかやりませんし、その金額でしか挑戦しません。これは私はずっと2013年から変わらないルールです。誰に言う時でもね、貯金を全部はたいてやれとかね、そんなことは言いませんし、ビジネスには元手が必要ですからまずはお金を出しましょうなんてことは言いません。もうこれ変わんないです。ずっと変わんないです、ますます変わんないですこれからね。でですね、投資は儲かるときにやる、投資で勝つには突き詰めていくと早い人の勝ちです。そうなんですよ。投資ってまだ誰もがね噂してないとき、それって何ですかって全然知られてないときにやる、だから投資なんですよ。もしかしたらその投資した対象物がね噂にもならずに認知度を上げずに消えていくだけかもしれません。だから投資なんですよね。ビットコインだって私2万円ぐらいの時に買ってますけども、ビットコインが本当にねテレビニュースになるのか話題になるのか、で日本で暗号通貨の取引所ができるのか、そんなこと分かんない時にやるわけですよ。法整備も全くない時です。それこそプレゼンされた時にペーパーの1枚もないのに口頭で説明を受けて買うわけですよ。でそういう時期にやるからブレイクした時に大きな利益が出るわけですよね。だから誰もが知ってる時にやるってことはもうね市場が冷めてる時なんですよ。あとは値下がりするだけという当たり前のことですよね。はい、株もそう、ビットコインもそう、不動産もそう、早く安く買って後からの人に高く売りつける。ここはねさらっと書いてますけど真実ですよ。2万円ぐらいの時に買ったビットコインを200万円の時に買いたいって人のところに行って売るわけですからね。間接的に取引所を介してその人に売ってるわけなんですよ。だから高い人に、後から来た人に売りつける、それだけです。結局ね全てのビジネスっていうのはそうなってます。エンドユーザーが一番出費を出すんですよ。だからお金を払った以上のサービス満足感を受け取れないものは損を感じるんですよね。だから早い人の勝ちっていうのは基本的には事実だと私も思いますね。これが儲けるの正体ですね。早く安く買って後からの人に高く売りつける。欲しがる人が多くいれば値段は上がりますからね。でも欲しがってもいない、情報もない時に買うからこそ安く買えるわけですよ。土地もそうですよね。ドバイって土地は砂漠のど真ん中ですよ。その時にこの砂漠に大きな町を作るんだっつってね、安物買いをした人がビルをどんどん建てていって、そしてそのビルにニーズがあって広告が流行って多くの人がドバイに住みたいってなるから値段が上がるんですよね。で、全ては安く買って高く売る、これしか儲かる方法はありません。本当そうですよね。FX をやってるとそこを痛感します。私はね FX の商材とかを自分で作って売ったりはしません。なぜなら FX やりましょうっていうところではですね、私は FX で勝ちますんで、負けた人のおかげで勝ってるわけなんですよ。でだから初心者の方って大体負けるじゃないですか。だからね、今の時点では初心者の人に教材まで売って、その利益で
自分の利益をねダブルで取ろうっていう考えはないんですよ。まあないですけども、そのうちやるかもしれないですよ、うん、やっぱりそういうもんですからね、ビジネスっていうのは、うん、やっぱりこう教材っていうのは誰かに力をつけさせるためにやるもんですから、で教材がない方がもっと気の毒だと思いますから、教材もコーチもなく自力で FX なり投資なりビジネスなりを勝つっていうのはこれは難しいと思いますんで、有料であってもね、で手渡してあげる、提供してあげるのは親切だと思います。あとは価格ですよ。それが30円なのか30万なのか300万なのか、気に入った価格で、市場で取引されるんだったらその価格をつけるだけですよね。まあ今のところ考えてないですけどね。でどの投資も投資した金額すべてを失うことです。おう、私は3万ドルを失うリスクを取って3ヶ月で3億稼ぎました。おリターンを考えると3万ドルをかける価値はあると思います、うん、ここは見極めですね。3万ドル、ね、300万以上ですよ。300万をボーンと出して3億狙うときに300万がなくなったら知名度だって人は参加できないんですよ。だから余剰資金がいるんですよ。300万が10秒後になくなっても全く生活に応えないよね、そんな地盤がいるんですよ。ね、言い換えれば命をかけて30万円取りに行く投資です、うん、コロナにかかるリスク、すなわち自分と家族の命をかけて仕事に行くのは、言い換えれば命をかけて30万取りに行く投資です。そうなんですよ。今ね出勤されてる方、もしかしたらもうコロナとは言わないですけど、何かの病気にかかったり事故に遭うかもしれません。そのリスクを背負って給料を取りに行ってるわけですよね。超ハイリスク超ローリターンなので、私は投資家としてそれを選択しませんと書かれてます。無知は最大のリスクと書かれています。無知は最大の罪と書かれています。お金持ちになるのも必然、お金持ちになれないのも必然、自分がそうだから自分が変わらなきゃ何も変わらないよということですよね。とてもね、私はこれは今の私にはとってもね胸に刺さる記事でしたね。で本当にその通りだなっていうことと、以前私はここまで思ってなかったなっていうので、もうとにかく損したら誰かのせいにしようと思ってた、誰かが詐欺をしたから、誰かが偽の情報を流したからというふうな発想でした。自分の判断そこには入ってなかったんですよ。だって何々さんが儲かるって言ったじゃんみたいなことをね簡単に出てましたけども、恥ずかしいですね今となっては。その情報もある、否定的な情報もある、自分はどっちを決めたのか、何を決めたのか、そもそもそれを選ぶ必要があったのか、別のことでもよかったんじゃないか、バイトに行ってもよかったんじゃないか、それをね楽ちんで稼げるような妄想を抱いてそこに飛び込んだのは誰なんだってことなんですよ。そもそも誰も喜ばしてないようなことでお金を得ようとする自分の心のいやらしさに、そういった情報がね入ってきた時に選んでしまう、フラフラと選んでしまうんですよね。そうではないと思います。私は毎日ねこの YouTube を更新してますけども、この YouTube が更新できるのは役に立ったよ、ありがとうって言ってくれる人がいるからだと思うんですよ。いや、いなくてもやってると思うんですけどね。でも反面、お前の情報は嘘ばっかりだと、役に立たないって言ってくださる方もいます。両方私のためになってるんですよ。だからやめないと思います。そしてですね、今回みたいな情報発信に、対してですね、なるほど確かになって気づきを得る人もいれば、違うぞと、こういうことだぞっていうふうに別の理論に行き着く方もいると思うんですよ。世の中ね、誰かの考えとか誰かの言葉を聞いて、それによって影響を受けて新しいアクションが起きたりとか進化したり退化するものだと思います。全てにおいて真実はないですね。誰かにとっての真実は誰かにとっての嘘であるってことがね、よく起きます。今ね、日本では安倍政権っていうのがね、長期政権になってますけども、安倍総理に反感を持つ人もいれば、同じルールや同じ安倍さんを見てね、感謝してる人もいるんですよ。自分がどっちの側に行くのかってこと、すごく大事だと思います。そしてもしね気に入らないんだったら、そのルールを変えるために自分から変わっていくってことも私たちはできるんで、まあね、なんかどっかの掲示板に書き込むだけでは何も変わらないんで、まずは自分の暮らしを向上させていくことかなと思いましたね。まあちょっと安倍さんのことをね話してもあれなんですけども、まずこの記事に戻りまして、今回の投稿非常にねためになったなっていうのと、やっぱりね自分が力をつけなければより強大な人に全てを蹂躙されて終わりなんですよ。で力がない人も幸せにしてほしい、そういう願望は私にもあります。でももしね弱者救済をしろって叫ぶなら、あなたがですよ、弱者救済してるんですかってことなんですよ。全ての弱者を救済する、少なくとも目の前の弱者を救済する、これをせずに自分は弱者ですとか言ってね、なかなかね私は表現ができないかなと、まあ、弱者なりの戦い方は探していかないといけないですし、それからねやっぱり自分が守られて当然みたいなことも、まあ思えないっていうかね、どこまで思えばいいのか分かりませんけども、自分などね小さな身ですから、自分でできることは自分でやっていく、それから、
世の中から受けた損失は、それは当然のね、自分の至らなさということで、まあ自分のね責任だと思って、誰のせいでもないと、誰かに責任を転嫁しても何にも進まないと思うことかなと思います。特にビジネスも投資も、それに何かの意味があるかって言ったら、これはね、いろんな見方があるわけですよ。ただ問題は、ビジネスにしても投資にしても自分の利益を追求してやってるわけですよね。この自分の利益の追求っていうのは、誰かに損失をかぶせてるって側面もあるってことは、これはね、逃れられない事実として忘れてはいけないことかと思っております。今回は以上ですけどもね、皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。ちょっと長い動画になりましたけどもね、とても大事な投稿だと思いましたので、こうやって読ませさせていただきました。それではまた。